完全に砲玉との融合を果たしたアイゼンは、天海鉄柱で入れ替えていた本物のカラクラ帳を消すために、その場に一号を残したままソウルソサエティへ向かう。そのアイゼンの力を感じ取り、絶望に打ちひしがれる一号。だが一心の一括で再び立ち上がり、アイゼンを追う。ソウルソサエティに到着したアイゼンは、腹心であったリンゴも切り、フォローも死神も超越した存在として、さらなる変貌を遂げる。最後の時は刻一刻と近づいていた。現世とソウルソサエティをつなぐ断崖で最後の月牙天章を身につけたイチゴは、アイゼンを止めるべく最後の戦いに挑む。最後だ。時間がない。
は最後だ。最後だ。最後のケツが天将、アイゼンを倒すには戦士だ。全てはお前にかかってるんだ。頼んだぜ、イチロ。そうか、やはり許せないか、宝玉よ。人間ごときに遅れを取るのは。始めようぜ、アイゼン。一瞬で終わらせてやる。これが私のさらなる進化。フォローも死神も超越したこの力を存分に試させてもらおう。これが最後だ。なるほど、なるほど。受け。なるほど、なるほど。絶望するがいい。見せてやるよ。なるほど、なるほど。本当に黒崎一護ラクタ、にじみ出す混濁の紋章、基礎になる狂気の器、湧き上がり否定し、しびれ瞬き眠りを妨げる、破壊する鉄の王者、絶えず自戒する泥の人形、結合せよ、反発せよ、地に満ち己の無力を知れ、波動の救助、黒ひつぎ。君は進化に失敗した。
私の与えた最後の機会を君は取りこぼした。黒崎一郎、力を失った今の君には取り込み理解するほどの価値もない。君は超越者と私の手で死を迎える。私は君を撃ち殺すことで死神とホローという低劣な存在から完全に決別する。終わりだ、黒崎一護。このバカな、やめにしようぜ。あんたの理屈はもううんざりだ。私が死神とは別次元へと進化を遂げたことで他の者には私の霊圧を感じ取ることはできなくなった。その私が奴の霊圧を感じ取ることができない。まさか奴は私よりもさらに上の次元に立っているという。この私が終わりにするぜ、アイゼン。見せてやるよ、最後の月牙天章を。この技を使えば俺は死神の力の全てを失う。最後ってのはそういう意味だ。